猫と日本語。猫和日语。Cats and Japanese。初級の文型。Sentence patterns for beginners。今何時ですか ？What time is it now？ 皆さん、こんにちは。さくらです。僕は猫猫です。一緒に文型を勉強しましょう。今日は時刻の尋ね方と答え方を説明します。今日は説明が多いので例文が少なめです。会話の練習動画をご活用ください。チャンネル登録といいね。もうお願いします。文型の紹介。今何時ですか ?2 時です。基本の例文。今何時ですか ?What time is it now? 2時です。It's 2 o'clock now. 今何時ですか ?What time is it now? もうすぐ2時です。It's almost 2 o'clock. 今何時ですか ?What time is it now? 12時半です。It's half past 12. これらの文型の意味や表現できること、時刻を尋ねることができます。時刻を答えることができます。品詞の説明。今何時ですか ?What time is it now? 今。名詞です。何。これは不定称の代名詞で疑問詞です。時。これは時刻を表す助数詞です。です。断言を表す助動詞で丁寧な言い方です。か。文末につけて疑問文を作る終助詞です。2時です。It's 2 o'clock now. 2。これは数字です。時。これは時刻を表す助数詞です。です。断言を表す助動詞で丁寧な言い方です。数字と助数詞。これは助数詞です。助数詞は数量を表す言葉です。じ、じ、じ、時間を表します。ふん、ぷん、ふん、ぷん、ふんを表します。この助数詞には読み方が2つあります。前に来る数字によって読み方が変わります。1時から12時までを読んでみます。It's 1 o'clock. 1時です。1時です。It's 2 o'clock. 2時です。2時です。It's 3 o'clock. 3時です。3時です。It's 4 o'clock. 4時です。4時です。It's 4 o'clock. 4時。とは言いません。It's 5 o'clock. 5時です。5時です。It's 6 o'clock. 6時です。6時です。It's 7 o'clock. 7時です。7時です。もう一つ読み方があります。It's 7 o'clock. 7時です。7時です。It's 8 o'clock. 8時です。8時です。It's 9 o'clock. 9時です。9時です。9時とは言いません。It's 10 o'clock. 10時です。10時です。It's 11 o'clock. 11時です。11時です。It's 12 o'clock. 12時です。12時です。It's 12 o'clock. 12時です。12時です。この助数詞には読み方が2つあります。前に来る数字によって読み方が変わります。1分から10分までを読んでみます。1 minute. 1分です。1分です。2 minutes. 2分です。2分です。
3 minutes. 3分です。3分です。4 minutes. 4分です。4分です。5 minutes. 5分です。5分です。6 minutes. 6分です。6分です。7 minutes. 7分です。7分です。2つ読み方があります。8 minutes. 8分です。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 9 minutes. 9分です。9分です。9分とは言いません。2つ読み方があります。10 minutes. 10分です。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 特別な時刻の言い方。12時30分です。時刻を表す30分には別の表現があります。12時半です。12時半です。例文を聞いてください。今何時ですか？ What time is it now? 12時10分です。It's 12:10. 今何時ですか？ What time is it now? もうすぐ9時半です。It's almost 9:30. もうすぐとは時間があとわずかであるという意味の副詞です。これで今日の授業は終わりです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。またお会いできることを楽しみにしています。さようなら。また会いましょう。